パンクラチオンで戦いに来た。冗談だろう。まだ来てないのはテスティクレスだけだ。彼は海に、いや、調子が良くない。俺が彼の代わりに出る。分かった分かった、試合に備えろ。前代未聞だ。しかしパンクラチオンが中止になれば暴動になる。仕方ない、試合は間もなく始まる。では行こう。こそお集まりくださいました。この方をご紹介できることを嬉しく思います。カリアスです。かつてこの競技場を制した王者。そして今ではここオリンピアで多くの尊敬を集める存在でもあります。皆さん、私にとっても思い出深いこの競技を紹介できて光栄です。パンクラチオン、説明は必要ないでしょう。皆さんすでにお待ちかねだ。それでは大会の始まりです。虫けらのように潰してやる。クソ野郎。楽勝だな。おい、卑怯だぞ。強気な物言いはどこへ行く。その程度か。まだ始まったばかりだ。何？出場者の体が温まったところで、この強敵相手に何ができるか見てみましょう。イラストス。まばたきするなよ。すぐに終わるぞ。さあかかってこい。大人気だな。だがまだ終わりじゃない。まだ？まさに神々への供物にふさわしい。そうでしょう。さあ、休憩の後はいよいよ最終決戦。ここまで力を見せつけてきたアレクシオスが現勇士に挑みます。その名はドリエウス。すごいぞ。このまま行けばオリンピックの頂点も目指せるんじゃないか。模擬戦の腕なら確実に僕より優れてる。ソクラテスがもっとやる気出して相手をしてくれてたらな。アルキビアです。大丈夫か。デモファネスやカリアスと飲んでた。二人とも誉れ高いオリンピックの審判さ。ワインを飲みすぎたか。メデイアの杯を受けちまった。メデイアの杯？
まさか毒か。一体どこで飲んでたんだ。オリンピックだよ。祝ってもいいじゃない。レオニダイオンに行ってたんだ。毒を盛られたなら、すぐに審判たちを探さないと。審判が毒を盛ったっていうの？でも彼らはいいやつだよ。その中の誰かが盛ったなんてとても思えない。祝宴は聖なる停戦を祝うために毎回開いてるし。見ててくれ、何が起きたか突き止める。この俺のためにオリーブの枝を広げよう。この剣でな。